奥田です。ジャッジ島原武史、同じくフリットサラサス、同じく花屋竹明、レベリー阿部達夫。世界ランカーと日本ランカーの一戦、フライ級の10回戦です。今日は日本とタイの対抗戦として6連戦、すべて日本人対タイ人ボクサーということになりました。そのメインイベントです。赤コーナーは国際ジムのトラッシュ中沼、青コーナーは可動指宝石ジムのパニアン奥田です。第1ラウンドのゴングが鳴りました。フライ級の10回戦です。赤いトランクスが国際ジムのトラッシュ中沼、日本ライトフライ級の8位です。一方、白いトランクスが門指宝石ジム、タイからやってまいりましたパニアン奥田、 WBC 世界ライトフライ級4位、 WBA では世界フライ級の3位につけています。世界挑戦を、そのチャンスをもらうためにこの日本にやってきて早2年半、これが6戦目。髪を金髪に染めているのがパニアン奥田です。世界ランカーと日本ランカーの対戦ということになりました。フライ級の10回戦です。まずは睨み合う両者です。右を伸ばしていくパニアン奥田、白いトランクス、様子を伺っています両者です。パニアン奥田は右のボクサータイプ、やや距離を取って自分のリズム、ゆったりとしたリズムで戦うボクサー、そしてトラッシュ中沼は基本的には右のボクサーファイターなんですが、変速、左右スイッチするボクサーです。画面手前、トラッシュ中沼、赤いトランクス、左、大きなフックを振っていきました。パニアン奥田です。この試合は序盤から積極的にいく、そう話していました。解説の笠井さん、はい、いかがですか序盤。確かにね、パニアン、はい、先手先手でね、出てますし、うん、はい、パニアンのね、パンチを出す距離が遠いんですね。遠い、はい、だからですから、トラッシュ中沼、うん、意気込みは感じるんですよ、昔からね、はい、積極的に攻め込んでいくのはパニアンになっています。身長差が5センチあります。白いトランクスのパニアンが167センチ、そして中沼の方が162センチと5センチなんですが、それ以上に笠井さん見えるんですかね、あの構えね、はい、中沼はね、顎をしっかり引きましたね、はい、ちょっと懐深く構えてますし、うん、そういう風に見えるんじゃないですか、はい、スピードではおそらく僕の方が上になるだろうから、積極的に懐に飛び込んでいって試合をしたい、そう話していた中沼です。ですが出だしはあのパニアンがね、はい、その中沼の出足をね、はい、くじくようなね、ジャブからの攻撃ですか。なるほど、ちょっとね距離が遠いんですよ、うん、パニアンのね、はい、ですから中沼はまだね、やはり手の長さもありますからね、入り込めないです。今思い切って2発左のフック振るっていったんですが、クリーンヒットにはなりません。左から、うん、左右左のコンビネーションを見せました中沼です。得意なパンチは左フック、そして左ストレートと、左のパンチの方が右利きなんですが強いという中沼。第1ラウンド激しい攻防、ややスロースターターという評判のあるパニアン奥田なんですが、このように右右と積極的にパンチを繰り出しています。左のフックから飛び込んでいった中沼です。残り10秒を切りました。第1ラウンド序盤から後楽園ホール、お客さんも大きな声が出ています。左のフック、世界ランカーと日本ランカーとの対戦、ここで第1ラウンドが終了しました。ガッツポーズをしたのはパニアン奥田です。放送の解説は元東洋太平洋のスーパーバンタム級チャンピオン、笠井雄一さんです。笠井さん、第1ラウンドをご覧いただきました、どうでした。はい、まあ、パニアン奥田、はい、さすが世界ランカー、中沼がね、はい、積極的に出てきましたけども、うん、よく見てね、ディフェンスしてました、空振りを誘ってましたんで、はい、しかし中沼にね、積極的で、ね、よかったですよ。非常に戦う意志、強い意志を感じさせる、ね、顔をしてますからね、中沼、はい。日本ランカーと世界ランカーということで、これハイレベルな試合を期待しても大丈夫ですか。そうですね、うん、まあ、気になるのはちょっと中沼ね、ガードは高いんですけどね、はい、真ん中が開くんですよ。真ん中と言いますと、顔の真ん中が開いてるんです。左右はガードしてますけど、なるほど、その辺をパニアに突き込まれなきゃいいなと思いますよ。相手は世界ランカーですからね、その辺気をつけていただきたいと思います。まもなく第2ラウンドのゴングということになります。フライ級の10回戦、今日の後楽園ホールは日本とタイの対抗戦ということで6試合が組まれました。そのメインイベント、フライ級の10回戦、
赤いトランクス赤コーナー国際ジムのトラッシュ中沼、日本ライトフラッグ級の8位です。そして白いトランクスが門指宝石ジム、タイ人ボクサーです、パニアン奥田、 WBC 世界ライトフライ級4位、 WBA 世界フライ級3位、どちらの団体でも高い評価を受けている世界ランカーパニアン奥田です。第1ラウンド、うまく中沼のやる気をコントロールしていましたパニアン奥田です。この第2ラウンドもよく相手を見ています。顎を引いている両者、いくら速いステップインでも中沼の、はい、やはり世界ランカー相手ですから、うん、もっとね変化のある動きですから、今みたいにね頭の振り、そこからね、はい、速いステップインで入っていきたいですから、いきなりの右、ただパニアンがねよく見てるんですよ、はい、これのねあのクリンチワークなどもうまいですよ、はい、12歳でムエタイを始め15歳で国際式に転向、アマチュアキャリア103勝17敗というパニアン奥田、1992年いきなり10回戦でこのプロデビューを果たして、これまで26戦全勝 11KO という戦績です。世界挑戦のチャンスをつかむためにこの日本にやってまいりました。今空振りはしましたけども、はい、中沼のね踏み込んでのね、うん、右ですか、右ですね、あの辺はいいパンチ打ちますから、はい、でも本当にパニアンは落ち着いてます。パンチが全て見えてるようなねところありますから。日本ランカーの中沼なんですが、平成5年の12月にプロデビューしてプロ8年目に入っていますが、これが20戦目と節目の試合になります。17勝2敗 6KO というのが戦績になっています。敗戦は4回戦時代のものですから5年以上も負けていないという、この中沼15連勝中です。全日本新人王、そして B 級 A 級のトーナメント、両トーナメント全てのトーナメントを制している中沼です。ハイレベルの技術を持っている中沼、右から左、パニアン奥田がその中沼を攻めています。中沼もここでね、はい、相打ち覚悟でね、うん、右左右振ってるんですけども、はい、パニアンがそれをねちょっと見てます、分かってますね、うん、左から右、中沼のパンチはしっかりと腕でガードしていました。パニアン奥田です。おっと頭がぶつかったシーンがありました。積極的に攻めていく中沼、中沼前に出る、このスピードが持ち味です。今中沼ね、はい、カウンター取られたんですよパニアが、ですけどその後前に出ましたからね、はい、すごい気分ですよ。右ステークがインサイドからパニアンも左のパンチを出している。攻め込んでいく中沼、右どんどん前に出ていきます中沼。中沼としてはパニアンに自分の距離を取らせたくない、これが一つの狙いになります。左、パニアンが左、ガードの合間を縫ってパンチを入れていこうというパニアン奥田。もう少し中沼が詰めてからね、はい、序盤からハイレベルな攻防、フライ級10回戦第2ラウンドが終了しました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ラウンド第1第2ラウンドあたりはパニアン奥田非常にいいリズム、自分のリズムで戦っているように見えたんですが、徐々にトラッシュ中沼も自分のリズムをつかもうという展開になってきました。第5ラウンドに入っています。フライ級の10回戦です。中盤第5ラウンド、赤いトランクスが国際ジムのトラッシュ中沼、日本ランカー、そして世界ランカー白いトランクス門指宝石ジムのタイ人ボクサーです、パニアン奥田です。パニアンこの距離で先手を取らないと、はい、まあ、取ってるうちはね、うん、パニアンのペースなんですけど、そうですね、この距離がパニアン、はい、遠目の距離なんですよね。回を追うごとにね、はい、呼び込んでしまっているところがあったんですよ。中沼呼び込んでね、懐に入れさせているシーンが多かったので、それは中沼の、中沼のね、ファイトが光ってるんですけどね、はい、ちょっとマッチのボクシングになってるんですよ、これがね。あ、なるほど、パニアンとしては左ジャブをついて、とにかく手数で勝負しなければならないと、ね、先に行きたいんですけど、はい、いうところなんですが、ここはクリンチでなんとか一旦分けてもらおうというパニアンの意思が見られました。ワツー、左から右、中沼のパンチ、攻撃が光っています。トラッシュ中沼、左から、さあ距離を取っている、この距離ですとパニアン奥田なんですが、そこで先手を出すと、はい、大きな右、パニアン左、ああ、よく手が出ます。コンビネーション当たりましたよ、空振りはしましたけども、はい、よく手が出ますよ、バランスがいい証拠ですよ、うん、これがプロ20戦目、節目の試合になります。ブランク2年もありました。プロ生活8年目に入っている赤いトランクスの中沼、現在25歳ですがまだ焦りは感じない、まずは日本タイトル、あるいは東洋タイトルのベルトをその腰に巻きたいと話していました。
お世話になっている三浦トレーナーに恩返しをしたい、そう話していました。右のフック、やや後頭部のあたりに当たってしまいました。これはレフリーの阿部さんから注意が中沼に対して行われました。第5ラウンド2分経過しています。右フェイントをかけて右です、左から行くと見せかけて右ボディへ打っていきました。やりテクニックがあります。しっかりとしたガードから左のフック、右肩からやり中沼コンビネーション、右ストレート左、まあ、この辺パニアうまいですから、はい、空振りを誘ってはいますけども、はい、あの中沼いいペースになってきました。左ボディからさあ自分の距離に持っていった、右フック、左フック、ああ左のボディだ、いいボディが入りました中沼。を返すんですが、しかしどん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 ロープを背にさせて中沼が押し込んでいく。まあ、でも時間少なくなる。パニア懐が深いんでね、はい、もう少しなんですね、中沼のパンチ、あの軽いというんですかね、あ浅いんです ね、はい、ね、まだですね。第5ラウンドです。まもなくここで第5ラウンド前半が終了しています。リングの外では応援に駆けつけているセレス小林選手の姿があります。3月11日横浜アリーナで行われる5大メインイベントでトリを務めます。世界挑戦を行う、2度目の世界挑戦を行うセレス小林、国際ジムの赤コーナートラッシュ中沼の応援に駆けつけました。このセレスをしても世界挑戦をしようという選手をしても、この中沼はスパーリングがやりにくいんですと話していました。第6ラウンド後半に入りました。フライ級の10回戦です。第1ラウンドから非常にハイレベルな攻防が見られています。このフライ級の10回戦、赤コーナーが国際ジムのトラッシュ中沼、日本ランカーライトフライ級8、左手で押さえつけるようにしていた白いトランクスが角海老宝石ジムのパニアン奥田、世界ランカー WBC のライトフライ級4位、 WBA ではフライ級の3位です。寺島さん、はい、赤コーナートラッシュ中島陣営ですが、はい、徐々にパンチが見えてきているが、うん、右のクロスだけには気をつけろ、そして、はい、右のボディから顔面を狙っていくようにと、そういう指示が出ています。なるほど、パンチを散らせていけという指示が出ています。後半第6ラウンドに入っています。フライ級の10回戦、世界ランカー白いトランクスのパニアン奥田、そして赤いトランクストラッシュ中沼は日本ランカーです。中沼はここでね、この距離になってね、はい、狙いすぎですよ。あ、そうですか。やはり先に手を出すことがね、リズムつながってきますから。第4、第5ラウンドあたりはね、とにかく前へ前へと、左のボディー、いいボディーが入りました。しかしすかさずパニアン奥田のパンチを返していく。右、右ストレート、あの距離でね、はい、動体種目がいいですね。あれでパンチ外すのがうまいですよ、はい、これまで、まあムエタイ時代からアマチュアボクシング、そしてこのプロのリングと150戦以上の実戦のキャリアがあるパニアン奥田なんですが、視力は 2.0 両目ともという非常にいい目をしています。その辺も防御に役立っている、そんな話をしていたパニアン奥田です。中沼のスピードのある攻撃をなんとか避けている、ガードしているパニアン奥田です。左を伸ばしてそこからワンツーコンビネーションと行きたいパニアン奥田なんですが、それを許さない赤いトランクスのトラッシュ中沼です。中沼は、はい、ランク上のね、うん、パニアン相手ですから、はい、もっとこれからもっとまた出たいですよ。右、右フック、左、さあ2分を過ぎたところで第6ラウンド、また攻勢に出ます。左のアッパーからボディへ、いいコンビネーション打ちますよ中沼。そうですね、これは強化してくるというよりはなんとなくフェイントも入れながらの、ね、独特のテクニックを見せています。ステップインもね、今、うん、相手に読めないようなね、あ、そうですか、タイミングですよ。あ、いいタイミングで入ります。その辺そして早いです、はい、本当にハイレベルな攻防が繰り広げられていると言っていいでしょう。フライ級の10回戦、あっとここは頭が思いっきり正面から当たってしまいました。中沼が一旦嫌がりました。さあちょっと回復を待ってレフリーの阿部さんが試合を再開しました。残り時間10秒を切った第6ラウンド後半に入っています。フライ級の10回戦、世界ランカーと日本ランカーの対戦、両者とも一歩も引いていません。ハイレベルな攻防は第7ラウンドに入ります。第6ラウンドまで終了しました。フライ級10回戦、世界ランカーと日本ランカーの対戦になっています。青コーナーは角海老宝石ジムのパニアン奥田、26戦全勝 11KO というキャリア、
この試合で世界ランク1位を目指します。一方の赤コーナーは国際ジムのトラッシュ中沼、日本ライトフライ級8位、かつてはトップコンテンダーランキング1位で日本タイトル挑戦の話もありました。しかし自らの病によるブランクでそのチャンスを逃しました。改めて日本ランク入りを果たしています。第9ラウンド、試合は終盤です。ここまで両者のポイント、解説の笠井さんのポイントでは微妙、いやいや中沼かというところです。赤いトランクスが中沼。しかし終盤に 入りまして、はい、8ラウンドの、ね、中沼手熱が減ったのが、ね、はい、ちょっと気になりました。スタミナは正直言ってあんまり自信がないんですと話していた中沼。しかし自分のリズムで戦っていれば大丈夫、そうも話していた中沼です。ということは自分からなるべく行きたいところです。まあ、確かに中沼は出だしては飛ばしましたから、しょうがないですけど、ね、はい、しかし積極的にまたこの大会は見えてますから、大楽園ホール湧いています。今右ストレート当たった、中沼の右、はい、左、右、右く畳みかける、パンチを畳みかける中沼です。17勝 6KO2 敗という戦績、中沼。KO 率は決して高くないんですけれども、かつてライトフライ級で戦っていた時代ではなくて、今はフライ級にリミットを上げているので、三浦トレーナーも今の方がパンチ力があると話していました。さあ左、コンビネーション回転早く打ち込んでいきます。赤いトランクス、画面向こう側、中沼です。左ボディ、ナイスボディが入った。アニアンもすかさずパンチを出して中沼を牽制します。マニアも攻めないと、はい、どんどん、ね、中沼のペースにまた、ね、戻ってしまいます。そしてやはり積極性という意味ではポイントが中沼にいくことも考えられますよね。さあ余裕の表情を見せてはいるんですが、目の周りやや赤くなっているパニアンです。中沼も、ね、またここへ来て、はい、もう一回、ね、エンジンに火がつきましたよ、中沼ですね、はい、寺島さん、はい、パニアン陣営では中沼選手が大振りして入ってきたところを左フックでカウンターを狙っているそうです。なるほど、カウンターもやはりハイレベルのものを持っています。確かに、ね、いいのを狙い中してるんですけども、はい、その前の手数がないんですね、ディングジャブだとね、うん、そうですね、手数ただ入ってくるのを待ってはやはり、ね、中沼のペースで行ってしまいますよ。第9ラウンド残り30秒です。日本ランカー赤いトランクスのトラッシュ中沼、そして世界ランカー WBC では4位、WBA では3位というほぼトップランカーのパニアン奥田です。日本とタイの対抗戦と目を打たれた6試合が今日は行われています。この試合がメインイベントです。非常にスピードがあるパンチの応酬、ここはクリンチ、離れたところで第9ラウンド終了、残すはラストラウンドのみとなりました。後楽園ホールでのメインイベント、世界ランカー青コーナーパニアン奥田門海老宝石ジムと日本ランカー国際ジムのトラッシュ中沼との対戦はラストラウンドに入りました。ラストラウンドのスタートのゴングが鳴りました。両者グローブを合わせて、先に手を出したのはトラッシュ中沼、赤いトランクス、日本ライトフライ級8位。そして頭をつけて相手の様子をよく見ている、右のアッパー左のフック、空振りになりました。パニアン奥田、 WBC 世界ライトフライ級4位、 WBA ではフライ級の3位につけています。寺島さん、はい、赤コーナートラッシュ中沼陣営なんですが、はい、三浦トレーナーの声に最後までしっかりはいという返事をしていました、はい、そして試合を通してずっと同じ指示です。ボディを打っていけという指示は変わりません、はい、トラッシュ中沼は日本語ではゴミクズという意味のトラッシュというリングネームを自らつけました。かつて2度警察のお世話になること、いざこざを起こしたことがあるこのトラッシュ中沼、そんなクズみたいな僕のような人間を見捨てずにここまでボクシングを教え育ててくれた三浦トレーナーに感謝をしたい、その恩返しをしたいと話しています。日本タイトル、あるいは東洋のベルト、これを巻きたいんだと話しています。赤いトランクスのトラッシュ中沼、世界ランカー相手に前線しています。ラストラウンド、速い左を見せる、フェイントをかける赤いトランクスの中沼です。ラスト中沼、大きいパンチ踏めないですよ。大きいパンチではなくて、とにかく懐に入っていく、ね、あと先手取りたいですけど、ね、先手ですね、パニアン狙ってますよ、はい、白いトランクスのパニアン奥田、世界タイトル挑戦のチャンスを
得るためにこの日本に来て2年半、これが6戦目ということになります。前回去年の5月20日の試合は7回 TKO 勝ち、しかしこの試合はラストラウンドまで中沼はご覧のように元気です。一日も早く世界タイトルをマッチを実現させるためパニアン奥田、この試合は快勝と行きたかったんですが、ここまではトラッシュ中沼は攻勢に苦しんでいます。中沼の右が入る、中沼いいファイトしてますよ。はい、足も軽快に動いている、スピードでは俺の方が上だ、試合前そう話していました。しかしパニアンも2年前に結婚しまだタイで生活をしている奥さんノイさんをこの試合解消すればという条件で日本に呼んで生活できることになっています。負けるわけにはいきません。手数が少ないんですよ、はい、やはりね、もっと手数出さないと、はい、決してプレートをたくさんもらってるわけではないんですが、そういう、まあ、手数の少なさが目立つということですね。フライ系の10回戦残り30秒、はい、ただね、クリフト当てるのうまいんですね、パニアン。あー、なるほど、そういうね、うん、いいパンチ持ってますからもっと手を出すべきですよ。左から右、アッパーはガードに引っかかりました、中沼のガード。さあ、パニアンの回転も上がってきたか、白いトランクスがパニアン奥田、赤いトランクスがトラッシュ中沼。フライ系10回戦、世界ランカーと日本ランカーとの対戦、最後の最後まで熱い戦いだ。ここでラストラウンド終了のゴングが鳴りました。終了のゴングが鳴った瞬間、大きく両腕を上げてお客さんにアピールしているのはパニアン奥田。そして疲れました、すぐにスツールに腰掛けて赤コーナーで休む日本ランカーのトラッシュ中沼。後楽園ホールのお客さん、今ようやく静まったというような非常に興奮した試合になりました。解説の葛西さん、いかがですか、試合を見た印象としては。まあ、一言で言えば中沼のファイトが目立った、はい、うん、よくね、この世界ランカー、はい、まあ、パニアの相手にね、これだけの攻めをね、そうですね、しましたし、最後まで下がりませんでした、はい、世界ランカーと日本ランカーとの対戦、フルラウンド戦って判定ということになりました。判定をお知らせいたします。ジャッジ島川97対96、中沼。ジャッジサラサス97対96、パニアン。ジャッジ金谷98対96、中沼。日本ランカーのトラッシュ中沼、世界ランカーパニアン奥田を倒す大金星を挙げました。世界ランカー WBC 世界ライトフライ級4位、そして WBA ではフライ級の3位、パニアン奥田から大金星です。これで世界ランカーも夢ではありません、いや、高校と言っても構わないでしょう、トラッシュ中沼です。納得いかない表情のパニアン奥田、プロに入って26連勝、27連勝とはいきませんでした。勝ったのは赤コーナーのトラッシュ中沼です。さあ、葛西さん、はい、大金星です。パニアンね、リング上で、はい、ね、横になりましたけども、悔しいんでしょうけども、余裕はあったんですね、確かに、はい、自分の中ではポイント取ってると思ったんでしょうけども、ただね、中沼のね、前半から、中盤からね、ペースを取りまして、はい、最後もう一踏ん張り19、90とね、出ましたんでね、その辺がポイントに響いてきたと思うんですよ。あー、なるほど、一旦ね、8ラウンドで手数減ったんですけど ね、そうですね、その後も頑張ったのはこの大金星につながったということで、国際ジムのトラッシュ中沼、日本ランカーが世界ランカーを倒す大金星を挙げました。それでは勝ちましたトラッシュ中沼選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございました。採点を聞いた瞬間どんな気持ちですか。いやー、ちょっとやっぱり世界ランカーの方がだから向こうの方がやっぱりちょっと有利かなと思ったんですけど、いや、勝ててよかったです。ただ今日はずっと立ち上がりから積極的に前に出ていたように見えたんですが。そうですね、もう下がったらもうポイントを稼げられてやられると思ったんで、まあ、パンチもなければ、自分の方が回転早いんで気持ちも根性では負けないつもりなんで、はい、良かったです。世界ランク上位のパニアンを相手に素晴らしい試合だったと思います。ありがとうございます。でもちょっと手数少なかったなと、ちょっと反省してるんですけど。さあ、これで中沼さん、
世界ランカーに勝ったということは、今度はトラッシュ中沼さんが世界ランクに入れるということになってきましたね。いやー、そうですね。ちょっと実感ないですけど、はい、さあそれでは次の試合に向けて、今日たくさんこの後楽園ホールにお越しいただいたファンの皆さんに一言お願いします。そうですね、必ず日本か東洋、世界どれか必ずベルト取りますんで、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。おめでとうございました。トラッシュ中沼選手でした。力強い力強い言葉が聞かれました。トラッシュ中沼、ジムの先輩セレス小林選手も3月11日に世界タイトル挑戦するということで、笠井さん、これいい励みになったんじゃないですか。いや、確かにそう思いますよ。中沼選手のスパーリングでは、はい、ね、小林を、はい、小林さんを、ね、そうですね、圧倒することもあるという、その選手ですからね。そういう力をね、はい、今日このリングで見せたと思いますよ。